カナダ人の A さんはビーチでの長い散歩が大好きです。って、あ、すみません、別の台本を読んでました。ではでは気を取り直して正しい台本を読み直しますね。カナダ人の A さんはスーパーマーケットでポテトチップスの並んでいる通路を歩くのが大好き。そしてインターネットで検索して日用品の本来の目的を見つけるのも大好き。ということで一緒に見ていくことにしましょうか。皆さんは特定のリュックに取り付けられている四角いパッチが何のためのものなのか不思議に思ったことはありませんか？単なるデザイン上の装飾だと思うかもしれませんが、実はそれだけではありません。この小さなパッチはラッシュタブ、豚の鼻、ホールループとも呼ばれ、もともとはいろんなものをぶら下げるために取り付けられたものなんです。キャンプやグランピングなどに行くときにリュックを持っていけば、ラッシュタブにロープをかけたり、ハンガーを使ってハイキング中に濡れた水着をかけたり、靴を結びつけたりすることができるのでとっても便利。靴の側面にある小さな穴は汗の匂いを抑える以外にも、足の幅が狭い人のためのデザイン上の工夫でもあります。この穴に靴紐を通して結べば、足の幅が狭くても調節することができます。足の幅を狭く見せたかったら、この穴に靴紐を通すこともできますよね。それでは A さんのお話に戻りましょう。 A さんは毎週ポテトチップスを買うためにスーパーマーケットへ行くのを楽しみにしています。プーティンよりも好きだと主張しています。家庭用オーブンでパリパリでサクッと仕上がったポテトチップスを作ろうとしてもうまくいかなかった経験がある人は多いのではないでしょうか。極薄に切って適量の油と塩を使ってもしなしなになり、焼きすぎてしまってプリングルスのような形にはなりませんよね。実はお店で売っているポテトチップスのようにするには他にも工夫が必要なのです。ポテトチップスの専門家によると、ポテトチップスのデザインは現在の製法にたどり着く前に慎重な調査と研究が行われたそうです。頭の中に思い浮かぶポテトチップスの曲線的な形の科学的名称は双曲線放物面と言います。なんだか複雑な病名のようにも聞こえますよね。この形はポテトチップスの最大の問題を防ぐための発明なんです。ポテトチップスは袋に入れるとボロボロに砕けてしまいます。それに一度袋を開けると数日後には湿気によって傷んでしまいます。この曲線はそれを避けるための工夫なんです。ボール紙でできた箱の内部は重いものに耐えられる渦巻き状の構造になっているので、ドームやアーチなどの建物に使われている構造と同等の効果があります。ポテトチップスの形はこの原理をヒントにデザインされました。ポテトチップスの話は終わりにして次へ進みましょう。油性ペンは一度書くと落ちなくなるタイプのマーカー。そのため普通のマーカーと勘違いしてホワイトボードに油性ペンを使ってしまうと大変なことになりますよね。まあ私は失敗したことはありませんけどね。もしホワイトボードに使ってしまってもゴミ箱に捨てる必要はありません。そのための解決策があるんです。インクは絶対落ちないわけではありません。普通のマーカーで油性ペンで書いた場所を塗ってみましょう。そしてその部分に小さな円を描いてください。今描いた部分が台無しになるわけではないのでご心配なく。普通のペンのインクが油性ペンのインクと混ざり合うまでしばらくそのままにしておきます。普通のマーカーのインクには油性ペンのインクの原料を溶解する溶剤が含まれていることがあるんです。その後キッチンペーパーでこすり落とせばきれいになりますよ。多くの衣類には小さな布のパッチとボタンが一つか二つついていることがありますよね。もちろんボタンはなくなってしまったボタンの予備として使うことができます。そして小さなパッチは切れ目や穴などに縫い付けることが可能。当たり前だって。でもこの小さな布のパッチを使って衣類が洗濯の方法に適しているかどうかをチェックすることもできるって知っていましたか？アメリカのスポーツのコートの大半には片側に小さなドアがあります。いろんな形やサイズのものがありますが、どれも普通のサイズの人間には小さすぎますし、ペットが出入りするためのものでもありません。なんとこれらのドアはコートの掃除係のためのもので、床を掃除した時に出るゴミをわざわざコートを横断して入り口まで行かずに簡単に処分できるようにするための工夫なのです。電池がまだ使えるかどうか見分けるのって結構大変ですよね。
もしリモコンに入れてテレビの電源がオンになるかどうかチェックするという裏技がうまくいかなかった場合には、次の方法を使ってみましょう。電池を数本持って低い高さから平らな地面に落とし、どれがよく跳ねるかチェックしてみましょう。ここでは直立させた状態で落とすことが大切。まだ使える場合には電池が少し重めなので、あまり跳ねることはありません。よく跳ねる場合は完全な電池切れか、もう使い物にならないということ。次は誰もが毎日最低1回は目にする塩と胡椒の容器を見てみましょうか。レストラン、ダイナー、おばあちゃんの家などでも見かけますよね。中身が出なくて困ることがありますが、それでも使っている人はたくさんいます。次に使う時には腕を激しく振って塩を振ろうとせずに、片方の容器の底にもう片方の容器の底をこすりつけるんです。例えば塩を使っている時には逆さまにして、胡椒の容器の底を塩の容器の底にこすり合わせて円形の摩擦を加えます。そうすれば塩が容器から離れるのでうまく出てきますよ。すごいですよね。車内のウィンカーの点滅が早くなったことに気づいたことはありませんか？いや、これは設計上のミスではありません。ウィンカーの電球をチェックしてみましょう。この場合、電球が切れていて車が注意を呼びかけているんです。夜間に警察官に止められて多額の罰金を支払わされる羽目にならないよう必ずチェックしてください。ジュースのパッケージの上部の両側にある小さなフラップには特定の目的があることをご存知ですか？これは箱を持つためのデザインとなっているんです。この部分を持てばジュースが溢れ出ることもないので、テーブルを汚すこともありません。暑い夏の日を想像してみましょう。海で一日を過ごした後や裏庭のプールに入った後、爽やかな飲み物が飲みたくなりますよね。食器棚にメイソンジャーがあったらぜひ使ってみましょう。そこがネジのようになっているブレンダーを持っているなら、この裏技がうまくいくはず。メイソンジャーをブレンダーにねじ込めるので、美味しいフルーツジュースやスムージーを直接ミックスすることができます。そのためにはブレンダーの容器を取り外して、下の部分をメイソンジャーに直接ねじ込んでから使わなければなりません。これでスムージーのボタンを押せば美味しい飲み物を簡単に作れます。海外のプラスチック製の牛乳の容器には従来の紙のカートンと異なりくぼみがあります。ちなみにこのくぼみにもきちんとした目的があるんですよ。何だと思います？まず牛乳が傷んだ場合にはくぼみが外側に押し出されるようになっているので、間違って飲まずに済みます。さらに容器を床に落とした場合に衝撃を吸収し、破裂するリスクを減らしているんです。すごく気が利いていると思いませんか？今日はここまでにしておきましょう。これらの裏技を試してコメント欄でご感想をお聞かせください。